この番組は、さらば青春の光、オフィシャル YouTube チャンネルを金ステーションにお送りします。いやー、惜しかったね。えいやー、惜しかったな、M1 な。しあ、M、M1 な。う<ー> M1 が惜しかったな。うーん、惜しかったな。去年トップバッターで。 ああ去年は敗者復活戦から、ラッキーで上がらせてもらって、で、トップバッターでっていう感じ今年手順良かったんけどなうん、そうやなうん。キムがもう泣いてたもんね、せり上がりで。あ、もう競り上がりの段階でないつはほんま涙ぐらいから。もう受けるわけないもの、そんな競り上がりのやつ。 時に号泣してるやついや、まあ、そらな、なかなかで、その、かなんか、喜んで泣くんやったな。ええけど、せり上がり泣いたら、お前、その後漫才やのに、お前な。4分ネタで、俺、まさか3分半、キムが、うん。たぶちゃんとの出会いから、今に至るまでを語ると思わんかったわ。あれはちょっとまさかやったな、<laughs> けど、俺も止めたんやけどな、必死に。<laughs> うその、うん、ネタをな、ちゃんとやりたかった。うん だからそりゃ、そら、うん、今日なかなかの時間な、その話してもらったみたいな。いそれでよう80点以上取ったで。そうやな、やっぱ感動の点数やと思うあれ、うん、は。<な>感動の分で点数入れてくれて貼ったと思うな。リスキーやからな、審査員からしても、その、まあ、感動の話であんまり良くない点数つけるっていうのは。まあ、そこはさすがに、その審査員の方もやっぱ気にしてくれたんやとは思うんだけどな。うん。 でもまあ、新しいって言ってもらえたしな。<laughs> ちょっと新しさが過ぎたかもしれんけど、<laughs> ちょっと。気持ちな。うん。けど、まあいろんな形があるから、漫才は。うん。まあ、そこはやっぱり寛容な、うん、精神で点数つけてくれはったんかもしれんな。うん、えー。うん。あんま助かったけど。一年叩いてるネタが見れてよかったよ。一年間やっぱり、まあ、一年間叩いたネタに関してはあんまできひんかったんやけど、うん、まさかキムのスピーチネタやとは思ってなかったから。<laughs> あ、まあな、最終そうなったけどな、やっぱり生ものやんか。舞台とか、例えば賞レースの決勝なんてで、しかもテレビで生放送みたいな。何が起こるか分からんよな。キムがそっちの方がええと思ったかもしれなうん。うん、とっさの判断で。スタジオの雰囲気読んで、そ今日はスピーチやってなったんや。このデジュニやったらスピーチやっなたんそこは。なんで候補にスピーチがあったんっていう話やんや。そうやな、しかも候補にスピーチがあったんやったら、相談しといてほしかった、前もって。なこういう候補が頭の中にある。え 大宮とか幕張でもスピーチを試してた大宮とか、これがびっくりだけど、大宮とかルミネとか幕張で試してない。まさかの決勝で初出しっていう。うん、そこは、マジでびっくりしたけど、えらい根性やなと思った。まあね。惚れ直したまであるわ。ああ、なるほどね。自分やった要戦なっていう。こいつすごいぞ。いや、すごいぞっていう、その、どえらいやったやっぱ組んでたんやなっていう。また、また新たな一面見たというか。うん。来年頑張ってよ。 今回はスピーチでちょっと終わってもうたから来年はやっぱ、うん、なんとかな、あのー、もっといい結果そう、ね、出せるように頑張るわがっかりなんで、うん、こっちとしても、うん、同期が全国ネットの m 1グランプリっていうお笑いの祭典で、うんうん、ツッコミの方がスピーチで泣きながら終わるっていうのはもうがっかりなんで来年は頑張ります、はい、いや今日まだ本番前やねんこのラジオ撮ってる今日15日や今日 シャープ12と一緒シャープ12と一緒なえるななえるなってんやねんえるラジオやななえるラジオやなないねんどない勝負だわ、ずっと。何の話し始めてん、急に。日本撮り、なえるななえるなって言うなはい、ターと山添と。インディアン田淵の激イタ沈道中じゃあ田淵。はい。M1 優勝したバージョンの1000曲1曲、今日は。うわお願いします。なるほどな。うん。まだ結果分からへんもんな。それ分からへん。優勝してたら、 どんな曲か。いや、いっぱい、多分な、優勝して頭に浮かぶ曲あんねんけど、うん、うん、ちょっと、あれかな。これ知ってるかなあんまり、聞いてないかな。いや、でも、これで行くわ。ちょっと待ってよ。はい。よし。これで行こう。どっかで行こうかな。あ、ここでやば。 引き返すわけにはいかないぜ。夢が俺たちを見張ってる。いいね。え、誰ですかこれはですね、はい、ザ・クロマニオンズ。あ、クロマニオンズ。雷雨結構という曲なんですけども、これこいいマジでもヒロトっぽい歌詞やなと思った。なうん。いや、このな、その、夢が、 夢目線やね。夢が俺たちを見張ってるっていう。ほーんまや引。引き返すわけにはいかんと。うん、そのもうサボったりビビって逃げるわけにはいかんっていう。うん、このな、歌の歌詞やばすぎて。うん、合言葉は雷雨結構。嵐に船を出す。引き返すわけにはいかないぜ。夢が俺たちを見張ってるっていう。わ背中押してくれてる感じするな。うん、の曲は。 ああ、もう予選期間中も何回も聞いたから、俺これ。これ一瞬もう無駄にしたらあかんでっていう感じがするよな。いや、ほんまに。もったいないで夢がさ、そばまで来てんのにっていう感じがするやんな。そう,そう。いや、まさにそう。<ー>やっぱこの、うわーって思った曲がパッて浮かぶな。やっぱこれ歌いたいけど。いいね。うん。これはそうやな。あの、あれ、なんて言ってたっけ何あれも好きやな、ね、俺。えっと、ブルーハーツの、それは、うん、えっと、あの、巻き場王みたいな歌。 流れ物。流れ物。流れ物。俺も大好きあ、めちゃくちゃいいよやばいな。あのな、もう、歌い出しが。面白いことを考えて。そう。みんなを楽しくさせたいな。やばいやろ打ち明け話にうなずいてみんなと仲良くなりたい。そこやばすぎいや、いいよな。いや、ほんまにあの歌の中ってドキッてする歌詞めっちゃ多いからな。う戦う時には武器などいらぬ。愛するときには言葉はいらぬ。いらぬっていう。 言葉いらんねや。どうだもんな。シンプルやね。めっちゃシンプルやヒロトが言うてくれるのは。やばいな。流れ物めっちゃええとこ出すやん。俺もめっちゃ好き。多分これ優勝したバージョンの選曲ね。そうね。じゃあ優勝逃したら優勝逃しの時か。まあちょっとそっちも圧倒的に。圧倒的にか。圧倒的に逃した時か。圧倒的に逃した時は。やな。もう何でごまかしたい。気持ちを。 あのー、でも俺圧倒的な時、うん、逆に明るいとかもあるかもしれないけど、うん、圧倒的に逃したら、圧倒的に逃してるやんってやっぱ思って凹んでると思うねんか。<あ>その時の気持ちにちょっと合ってる歌はある。うん、はいはいはい。できます。はい、泣きたくないけど泣きそう。<laughs> 泣きたくないのに涙が。<laughs> 僕にせめ,てくるやめ、やめとけやめとけひまわりつけてるやつの選曲ちゃうやろしっかりへこむから俺だよなんて言うたこれウルフルズの、泣きたく、うん、え、泣きたくないのにやったっけちょっと待ってなタイトル。<laughs> ウルフルズの、この曲やばいか。センチな時がそらタブっちゃんにもあるよな。いや、あんねん。な、俺は知ってる。無限大で、 うん、大人数の若手芸人がひしめく中一、うん、人でソファーで横になりながら目つぶってイヤホンして、うん、俺は田なんか音楽聴いとるわと思ったら、うん、携帯の画面にエレカシのむちゃくちゃ熱い歌出てて <laughs> うわこいつ一人で没入してるやん、ね、没入って言うの <laughs> 没入とかっていう言葉使うかも。 いや、あのタイミング確かに何回も目撃されてるけど、やっぱあれはずいな。あれはずいです。いや、俺ほんまでもやっぱちょっとな、曲、音楽でテンション上げる部分あんねん。うるずなんて言うたやったやっぱ泣きたくないのにやな。泣きたくないのに。ここ泣きたくないのにやな。うん、こぼれてしまうんだ。たぶちゃんも。もう圧倒的に逃したら、でも俺今年の目標はほんま嬉し泣きやから、俺でも悔しかったりとかしてもな、あんま泣かへんねん。うんうん、うんうん。うん。嬉しすぎる時って、 わかるわかる。あんま経験ないけど。でも、あれがやっぱ一番気持ちよくないそうね。なあ、一番なんか綺麗やん、涙として。なんか、あっと、俺は田淵とは違って、圧倒的に負けたら余計泣けへんのよ。ああ、不完全燃焼とかの方が悔しくて涙出そう。俺、ほんま2019年ネタ飛ばして、決勝で。不完全燃焼、甚だしいやん。あ、ああ、俺も泣いてまうんやと思ったんやけど、なんかな、呆然として思って なんかキムに申し訳ない気持ちと「えって?」てなんか「やってモーターももちろんあるんやけど「うん、え何してんねん俺」ってなってなんかもう真っ白やねなんか頭が終わったあともうなんかボーっとして、うん、なんかな泣くとかもなかったんもう悔しいもあるやってモーターはあるのやってモーターめっちゃあるあ、ね、もう終わって「どうもありがとうございました」で点数つけてもらってその後楽屋に戻るとこの裏の通路でキムにもうすぐ座る。 って言って謝ったことは覚えてんねんけど。うん、だから申し訳なさが一番強いんやけど。そうか、まず今までに起こってないことが起こってるから。んなんでこんなことなってもうたんやろうが強いんか。そう。ちょっとな、うん、対応できてなかったわ。なるほどね。うん。だからその、そうやねん。なんかこう、う、まあ、結局嬉し涙にはほど遠い結果に終わり。うん、で、去年もトップバッターやって、う言、ん、うてね、よう受けて。 まあ、ええ感じでな、ってきて。うん、だから、その前の年の2019年の苦手意識は払拭できたものも、うん、やっぱり暫定席も一個ずつ落ちていって、もうやっぱり、えー、4組目か5組目には俺らももう、あの暫定席からもうおらんくなったってなって、うんな、まあ、そこでもやっぱ泣くほどの感情はない。うてか、決勝に戻れて嬉しかったのが勝ったから、うん、俺、去年は。これはちょっとまあ、去年もそれ達成できてないと。 なるほど。やっぱ今年はやっぱり、まあ。ストレートでいってね。そう。まず第一関門は突破したから。<ー>あと2本ネタやる。次の目標がネタを2本やる。最終目標が優勝やな。まだ段階があと2つあるから。せの<ー>。いやー、帰り咲いてはいるよね。いや、もうこんな、ほんまありがたいいや。 あの、去年、おととしも、まあ、おととしはもちろんストレートでいって立派い,いし、去年も敗者復活の一組で上がるって、<laughs> 相当すごいからね、あれ。いや、あんなことになるんやな、もう <あれ S 2> マジで。って、ほんまにすごいからね。やっぱ、あん時にほんまに普通にパッと浮かんだ言葉が国民最高やったから言ったもん。ん国民最高すぎると思った。うやっぱり、 初めてなんやったら敗者復活のあの会場の配信のネタで俺らを初めて見た人もおると思うのう,うんうんうん。で、その人らでも入れてくれてる人おると思うのうん。そんなんもう感謝やん、そら。うん。もう、その票の、な、数だけであそこは競ってるわけやから。そうね。そうやね審査員がおるわけじゃないからさ。いやー、そこで、一組勝ち取るのって相当難しいね。もう、 正直、ほんま、二度ないと思うもん、あんなこと。すごいで。めっちゃドキドキしたわ、あの時のことめっちゃ覚えてるけど、やっぱ、後半の方に出番やったユニバースも山ほど受けてて。なるほどね。で、ペコぱさんもおったやろ。そうかそうかそうか。どうなんねやろ、俺ら5番手とかでめっちゃ早かったやん。で、今回はユニバースもストレートでいってるからね。あいつらの3年ぶりも泣けるな。うん、3年ぶりの決勝。河瀬はやっぱ、あいつはその、 男よね。いや、もうな。M1、うん、のゴンゲみたいな男やな。自分にすごいまっすぐやし、うん、素直やし。そうやねんな。実はむちゃくちゃそうやねんな。うん、熱いねんな、あいつ。熱<の>いで。ずーっとネタのこと考えて。うん、もう、ほんまに、なんやろな。あいつこそほんまに M1 優勝したら辞めるって言ってるけど。うん い,いざ優勝してじゃあほんまにやめたとしても、うん、芸人じゃなくなったとしても、うん、虚無感がすごいそうで心配なぐらいなんか、うん、あのー、前にルミネの楽屋で2人で喋ってて、うん、川瀬とそれこそその「優勝したら川瀬やめんの?」っつって「うん、いやそうですよ」っつってなんかその「川瀬が笑いやめんのは正直寂しいわ」っていう話をしてた、うん、いや普通にそうよな、うん、マジでそれなんかその 完全にお笑いかかからら離れるかは分うん。ででもその m 1例えばじゃあ優勝したらその後はえっと寄席とかで最高のネタを作り上げるっていうステージに行くやんか。なあ m 1また多分出るっていうのは多分自分たちなくて。それを武さんがそう言ってた卒業した後の目標それやって。やんかそのえっ、ー、ともうなんていうのそこへのエネルギーがないと。 ほう。俺は M1 で優勝っていう目標のためだけやってきたから、そっちに熱量がそのままいけると思えないと。はあそうそうそう。いや、まあスライドは難しいわな。やっぱ M1 って一個ちょっと魔力あるやん。なんかね。なんかこう、取りつかれるやん。うん。青春感とね。そうやねんななんかこう、その全くそのままは言い表せてないけど、やっぱほんま部活感なんねん。全国大会や、決勝は。そうね。な予選ずっと勝ち抜いてさ。 やっぱそれは、そやな、卒業後に寄せで一ゃ受けるネタに全く一緒かってたら分からん。うん、うんで。あいつが昔かませが、もしほんまに芸人としては引退しても、卒業しても、その後、うん、劇場、若手が出れる劇場作って、そこの支配人とかやるのもいいっすけよね、って言ってて。あ<ー>そんなんめっちゃええけど。そうそうやな。っていうか芸人続けろやって思うけど。うん。正直な。あんな漫才好きなやつも珍しいからさ。そうね。うん、でもなんか、 全然さ、うん、あの芸人やっていく上でさみんなその目標って多分バラバラやんか<ー> MC になりたい人、うん、えっと何ー有名になりたい人<ー>それこそお金稼いで、えー、全国ツアーとかでライブシーン、うん、自分のしたいライブのライブシーンを盛り上げてい,くいきたい人なる、ねうん、いっぱいあるやん。でその中でもうもう 1> m 1で優勝したい人、うん、そのために芸人をやってるっていう人がいても普通やもんねまあ確かにそうかだって M−1 じゃなくてもさ言ったら何かのこうタイトルってあるやん今お笑いのうんそれこそアマチュアの人の大会とかさ<ー> 1> m 1甲子園の人とかもさ、うん、全然普通にあの優勝して芸人になるって決めてる人だけじゃなくて、うん、本当にこのなんていうの えっと、甲子園じゃないけどさ、うん、普通に優勝してもあのあ一般の職業つきますと、うん、これはその趣味の一個でやってますってい,ういっぱいおるからねその先芸人になりたいわけじゃ全然なくて,ていいんな方向あんねん全然まあほんまやなそう言われたらせやな、うん、でやっぱりどんな理由でも芸人を辞めるって決めたやつってやっぱ止められへんねんのもう止められへん芸歴よねら、うん、俺らうん もう正直めっちゃ昔から思ってる。そいつがやっぱやめるわって言ったら、何では聞くけど。うんいや、やめんなやわなんかな、やっぱ言われへんねんな。でもさ、やっぱ一番辛いのはさ、うん。面白いってその人のことを知ってる人が、面白いと評価されていないことと、うん、歯がゆいよな、悔しいよな。俺らが面白いと思ってる人が、 やめることが一番辛いな、うん、やっぱな。いや、ほんまそうやねんな。なんかな、めっちゃこう、語弊があるし、極端な言い方になってないけど、なんか、死ぬぐらい嫌やねん。うん、そいつが死ぬぐらい。そいつが芸人辞めてまうのは、うん、一緒の芸人やっても思われへん。うん、ってことやん。うん、いや、もうなんか、それぐらい悲しいねん、俺。もう何人も同期辞めていったけど。 けど、こっちみんながすがすがしい顔してやめるわって言うから、うんやっぱもう止められへん。そうね、止めるせ、止めたりしたら責任<う>取られへん。じゃあ、俺らがそれしょえんのかって言ったらそんなことないから、ね。しょあれへんやん。めちゃくちゃ勝手なこと言ってることになるもんね、そ,そうやね。その葛藤は昔からずっとあるわ。なんか、ボーイフレンドさんでボーイさん、マジでショックないけど。俺らの一級上の先輩、東京し。はい。 で、宮川さんというツッコミの方が、もう、これが更新されてる頃にはやめはってはん,ねん、やめてはんのえ、もうそんな、<う>何日 ?12 月17日のライブが最後って言ったから、そうなんけど、その宮川さんは、その、俺らがデビューした時に2年目やんか。1> 俺,1俺ら一年目俺1年目で。で その当時ってさ、もう上の先輩、それこそ、10年以上上の先輩とかともまあライブで、劇場に張ったりみたいなことがあって、うんうん、その先輩方と話なんてもちろんできひん距離感なんや。まあ、絶対そうやな。あの時なんか。1>, うん、1年目、2年目なんか。本当に関わりもない、同じライブに出てても、そのマイク向けてもらった時に表で喋るってだけで、そうやな。楽屋とかなんて、うん 全く喋るきっかけもなければ、そんな距離感でも到底ないっていう。うん、挨拶でギリやな。そう。うん、なのに、その2年目、3年目の宮川さんは、2年目、3年目で、うん、そのめちゃくちゃ上の先輩方めっちゃ笑かして楽屋で。すごい。で、楽屋の中心になって盛り上げてはったの。だからええー。本当にすごい人なのよ。 それはすごいななな、うん、なかなかおらんな一気に「無限大ホール」からまあスタートして当時すごかったらしいよピラミッドのねいいとこまで行ってはって、うん、早くしてさ、うん、あの人気もあって先輩に可愛がってもらって、うん、先輩にしかも面白いってもう思われててっていう。 とんでもないスピードやったんや。それすごいわ。2>, い2年目、3年目だ無理やわ、正直。すごい才能のある人やなっていうのをもうまざまざと感じずにはいられんかった人やねな、うん。だから一個下に当たる、この東京の14期山添大拓とか、大拓もめっちゃ悲しんどったわ。うん、うん、やっぱ俺らはその直撃してるな。そうやんな。宮川さんの凄さ。いや、一個上の先輩のやっぱ解散とか、 で解散して片方の先輩が辞めるとかこれまでもあったけどいっぱい、うん、たまらんよなやっぱ1個上1個下って特別やん、うん、なだからもうまあ同期はもちろんやけど1個上の先輩1個下の後輩って感情移入がちょっとしすぎてまうねんなうんでももう数年前に結婚してお子さんも今もう2人かなあーお2人かすごいなだからそのまあな うん、言ったら俺ら独身やからさ。うん、生きがいがもう、この仕事しかないやんか。<や>正味。ほんまに。マジそうなんやな。うん、でもそうじゃなくなるやんか。うん、家族が、あって、うん、家庭があって、子供がいてってなると。うん、だから、いろんな葛藤の末の決断やろうやんけど。まあな、そこはな。もうそうなったらもう、めっちゃくちゃ、 幸せになってほしいな。そらそうやで。うん。やめてよかったーってやめてからなんかおもろいねんけどって言ってほしいわ。って言ってほしい。なあうん。それやったら。うん。いや、正直、やっぱ芸人俺らもやってるし、あのー、あれやけど、芸人をやれてるけど、うん、ひょっとしたらやで。全然違う仕事の方の才能を持ってるかもしれんやん。俺も山添も。うん、もしかして、ね。そんなもんやん。うん。でも、好きやからやってるやん。うん。お笑いが。楽しいから。うん。うん でも、才能は別にあるかもしれん。い、うん、で、だって俺が大阪の時に、ガンガン同期やめたけど、うん、そいつらむっちゃ稼いでるもん。おのの次に就いた仕事で。あ、その才能あったんやっていう。ほんならまあ、めっちゃ良かったなと思えたから、そうなってほしいそうね。だ後悔してる姿だけは見たくないな。ええそれはめっちゃ嫌。なうんなら続けとったら良かったやんって絶対言いたくないうん。面白いって知ってるから余計にこっちまでその気持ち引っ張られるから。いや、ほんまやでな やめてよかったら、やめた方がめっちゃ幸せだよ、むしろ。<laughs> なんでそんなこと言うねんとか言える。こっちがな、ように。突っ込める感じになったらな。絶対してほしい。営業な。お前、うん。それやな。幸せになってほしい。一番はそれやな。うん。うん。いや、どうなんやろ、インディアンス、マジで。どうかな,うなやいや、もう。もうやっぱほんまでも、うん、やっぱ、決勝はええな。楽しみやわ、ほんまに。なんか、 もう今一番うずいてるよないやもうほんまに4日前なんで4日前やでうんけどほんまなんか結構自然に過ごせてるからええ感じやけどなあの精神的にはうん俺こないださちょっと話変わんないけどあの山添展示会っていうそう疲れやったなユニットコントライブがあってあとピンネタと行ってそのライブが終わった三日後ぐらいにうん あのあの山添展示会で死ぬほど飛ばしてるネタを飛ばしてる夢を見ておきたい、はあ、怖<っ>怖やろでもこれってさ本番始まる前やったら不安でって理解できるやん<う>終わった後にってさほんまや不思議じゃないなんなんそれな<の>めっちゃええ感じやったやろ本番はまあまあんとかできても、ね、どっかでやっぱ全,全ネタな あの、頭に完璧に入ってるかは不安なとこがあったんかもな。無意識に。そう思ってる全然あった。あったやん全然あった。で、本番前にミンクてよかったな、それ。ほんま。その夢。ほんまそう。やってもうだの気持ちで起きたそうやんな。もうあの、口パクパクだけして、口から音出てなくて、で、照明さんが気使って暗転するっていうとこで起きたうわ、怖いあっ、怖い。ってなって起きて。怖い。怖い。いや、いや、終わった終わった。悪夢やな。それは悪夢やわ。 終わった後に見るのも不思議やし、終わった後で良かったし。終わった後で,よたた後でまあまあよ、そう、結果的にはね。そう。俺、そんな夢見たりせえへん、今。俺は、うん、M1 の夢見たりせえへん。ム M1 の夢って全然見ひんないけど、あ、見ひね俺あの、それこそさっきの三岡さんの話じゃないけど、うん。自分が、芸人辞めて、普通に会社に勤めてる夢は見たことある。へえ<ー>。め、朝起きて、あの、壁に舞台衣装の、 シャッとひまわりかかってんの見て、めっちゃホッとした。俺芸人やんなと思って。やめってる。ちゃんとな、会社通,通ってんねん、俺。な、出勤してんねん。えスーツ着て、ネクタイで。どっかで不安なんかなその、やめたら、この生活、うん。ではなくなるっていう。うん、一生やってたいみたいな。いや、かもしれん。<な>で、その多分な、タイミングしっかり覚えてるわけじゃないけど、俺がめっちゃ好きやった先輩が、やめた時期に近いねん。 ね、そう。で<ー>そんな話をしてるもんやから。自分もどっかで覚悟しとかなあかんでって。ってなってたんかもしれない。ないな考え的に。<ー>そ,うそれはマジで飛び起きた。そうよなぁ。マッチ焦ったもん。もうやめてる。もうそんな、しかも変なこと起こらへんね夢のくせに。めっちゃちゃんと働いてんの、俺。あ、あ、<の>これ夢やって思っ会社員としてね。そう。 もう普通に落ち着いてんねや、その仕事で。ちゃんとやってもうてんねん。で、夢ならではの、わけわからんことも一切起こらんから、うん、クソリアルやねなんか。わかるわか,かる。めっちゃわかるわかるかる。めっちゃ怖かった。一番最近でホッとしたやつやな。<ー>夢でよかったっていう。ああ、そうやなー。だっていつほんまに、うん、まあ、言ったらコロナもそうやしさ。うん。俺らの仕事なんてほんま、何の保証もないもんね。いや、まじそう。なあ。ほんまそうやな。 なんか、なあ、あのー、やっぱ一昔前までは、養成所を出たら、うん、まあなんとなく、うん、吉本に所属してんのかな俺、みたいな。感じだったもんな。あ、うん。あの時とかってすごいなって思うもん、今考えたら。何者でもないぐらいの感じやもんな。うん、バイトして。 お笑いでは給料ゼロでみたいな。うん。けども、卒業してデビューしてるから、まあこれ芸人ってことなんかっていうさ、ワクワクの方が勝ってるやん。いや、あの時も若いしな。今ってさ、うん、今も何にもさ、別にその、<laughs> 何、その、所属いたします的なさ、サイン別にしてない状況なのにも関わらず、まあ、なんだ、一旦あの、あれなかったあの、ちょっと吉本で問題があった時の後にあの後にね。うん。あれ、うん。あれ、 が、まあ、明確にということなんかなっては思ってんだけど。かなーて、やで、言っても。明確なんかなーっておかしいな。なんかさ、どちね大人がさ、せめて俺の勝手なイメージが、うん、3人以上おってさ、うん、では今後と、今後、えー、その、吉本興業の一人の人間としての、えー、行動を、えー、よろしくお願いいたします。うん、はい。うん、えでは、えっ、ー、と、芸人として今後やっていきますんで、うん、よろしくお願いします。 ししくお願いしますみたいなのないやん <laughs> そのそうやな、うん、なんかこう確かになあんまりこうちゃんとこう分かってないだからさあのなんか、うん、えっと今で言うとコンプライアンスに反するようなさ、うん、例えば炎上とかさ、うんえー、なんかその違反、うん、みたいなことを犯したとしてやで、うん 悲しむ人がおるってパッて頭に浮かぶのがもうマネージャーやもんね。ああ<ー>。なんか。うん。この人たちにめっちゃ迷惑かかるっていう。うん。上司たち一切浮かばへんやん。浮かばん。吉本工業の。うん。な。確かに。マネージャーだけやね。なんか浮かぶのが。早な。そう言われたらそうかもな。な。顔が浮かぶのって。面接の時なんて NSC 入るかどうかの時だけだからさ。 NSC の面接も入学も面接だけやもんなっぱめっちゃおもろいよな、うん、めっちゃおもんい回答してたみんなやろ「<laughs> 趣味なんですか?」みたいな「うん、映画鑑賞です」って「<laughs> 合格!」って言われて <laughs> 何の勝負もせん <laughs> どっちもどっちやねん今日な めっちゃプレーンな答えでうわってなるのとめっちゃ頑張ってボケまくって誰も笑ってないうわってなるのと二択やねんしゃあないねどっちも地獄やねんどっちも地獄ほんまにいやいやまあでもほんまにこんなだらしないズボラな性格で俺人生で一番長く続いてることが芸人やもん俺もそうそうほか何も続かんかったもんなとタバコ タバコの方が一番長い。はははは。まだそうか。芸歴は常に下回ってるか。うん。あーあ、もうな。俺、書道とか七、八年頑張ったけど。うん<ー>。けどもう、芸人で俺ら、十三年目やからもう丸十二年もやってるやん。それですごいね。それで二十三世でした、あの頃。うん。二十三世ですわ。細くてさ。七十二キロぐらいしかなかった。<laughs> 確かに、シュッとしてたよな。でもな、もマジで幸薄いし。うん 貧相やし。汚いし。今見たら今見たら。たらえー、もうほんまやわかったボロボロやった。なんか襟足伸ばしてたよな。襟足っていうか、襟足キムちゃうキム長かったんじゃ。俺はなんか全体を、二人とも髪伸ばしてて。フォークデュオみたいになってて。カリウドみたいになってて、俺ら。昔の写真。<laughs> まあずさ二号乗って東京行ったんですけどね。あ、誰あ,あ、え、誰だ,だるかったえ、今マイクにしかもくじ近づけてた、こいつ。 お前ずっと目書いてた、俺がボケての。<laughs> 最悪や、<laughs> 二人とも。遅れた。だから。目ぐーってやってから、だいぶ俺がボケ言い終わってからガッてきたや。やめて、それ。救わなと思って。<laughs> 死にそうやから救わなそれは嬉しい。で、救われたし、実際。ギリギリ。うん。もっと水飲んでたら終わってたけど。ギリギリ。吐き出せる量だった。あ、うん、かった危ないわ。しょっぱかった、口の中。めちゃくちゃしょっぱかった。 もうしょっぱすぎて慣れて慣れて怖いとこやなただの水は、これ普通の水あってやばいとこまで行ってたこの辺さパンサー向井さんのラジオに2年ぶりぐらいに行けたって言ってきて向井の喋り方っていう向井さんってラジオめっちゃやってるよな向井さんすごいよなってほんとすごいよなあの人ってあの人はすごい 俺もめっちゃ好き。あの人ってほんまにすごい俺はね、ちょいちょいね、うん、クイズ番組でご一緒するから。あ,あ、そうなんや。あん時の、もうポジションがバッチリな、向井さん。でさ、すごい向井さんの MC ってさ、うんまあの、俺らがデビューした時には向井さんがもう MC ライブシングもしてはってんけど。バッチクソ、ま、待ち、えー、出待ちナンバーワンのこれ。あ、そうそうそう,そう。な<あ>もう人気ももう爆裂やってんけどさ。 向井さんが MC のライブって、受けてないライブ思い返したら一個もない。強っ。全部めっちゃ盛り上がってる。それってさ、どうやってすごくないいや、すごい。だお客さんが今求めてるものと、あと、言ったら、その、 わーってめっちゃ満員のお客さんおって、うん、向井さんが MC で、向井さんのことはみんな知ってるけど、うん、言ったら、俺らデビューしたての1年目、2年目、3年目ぐらいの芸人のことなんて知らん人もめっちゃ多いねん。いや、めっちゃ多いよな。やけど、その、まだキャラも何にもないやんか。うん、で、向井さんもキャラも何も、おそらく分かってはらへんはずやねん。うんうん、もちろんプレーン芸人ばっかりデビューした分かってないやん。なのに、うん、そのライブの中で、こいつはこういうことを、 の方でこのライブの中では行くやつっていうのを、るほど。この道を示してくれんねん。各芸人に。こいつはこれ、こうなったらおもろくなるであろうがすぐパッてわかんのかな多分一番最初のその芸人の出方とかであ<ー>、うまくお客さんにもそのイメージ伝えてくれてなるほど、で、一番いい時に、はい、お前って言って気づいたら、 最初に出た方のやつにパスしてくれて、うん、そいつはほんまチョーンってボールに当てるだけで爆笑生まれるような構造自然と作らんねん。それはすごいな。その凄さにさ、その、今の芸歴になって気づいてきたというかなるほどな。昔わからんよな。わからへんねなんかしちゃんけど、向井さん時って、すっごいやりやすいぞっていうのはわかんねん。やけど、この人が、 何がすごいのかまでは、明確に分からへ、うん。答えは分からへんよな。そう。うん。で、麒麟の川島さんにしてもそうやし、うん、そうやな。で、川島さんの場合ってさ、うん、もう今、言語化されてきてるというかさ、あのー、もちろん洞察力もそうやし、ワード力もそうやしさ、五角形がでかすぎるうそう。そうそうそう、うん、バランスよくてでかすぎるっていう。まさにあの類の向井さんもスペシャリストや 実は、そうなんよな向井さんってほんますぎ。でも今の話聞いてて、俺がパッと浮かんだのは、鉄道さんやな、笑い飯の。あ、<ー>とも、言うたら、大阪時代にめっちゃ、今も、未だにやけどもちろん、俺らが何にもない頃、2年目とか3年目ぐらいの時に、もう、笑い飯さん、千鳥さんでやってた番組とかにな急に呼んでくれはんねん。うん、で、笑い飯さんとか千鳥さんは、それまでに、うん、えっと、俺らのネタを見てくれたことがあったりとかで、うっすら分かってくれてるんけど、お客さんは完全に俺らのこと初めて見るっていう現場が多すぎるわけやんか。うんうんうん その時に、もう、ほんまその通りで、さっき山崎が言ってた通りで、俺が、俺の感じとか分かってくれてるから、この振りで、田淵がいつものああいう感じできたら、絶対ウケるっていうのを分かってくれてるから、俺は分からんまま、もう、鉄尾さんの誘導に乗っかるだけで、お客さんめっちゃウケんねん俺え。俺、えってなって。それも、俺もほんま最近、んここ何年かで気づいた。だからかね、一回 NGK で、俺がどんだけボケても、一回もウケへん、日ーがあって、 で、で、しかも、俺が気に入って言ってる一個のボケが全然受けへんのに、俺はなんか被せて被せて、何回もその同じボケやるっていう。しつこいだけでも笑い、来いっていう。そう。ね、で、でタイミングがそう。タイミング変わっても同じボケとかしとって。うん、で、鉄夫さんがそれパって気づいてくれて、うん、最後まで人笑いもなかったけど、一番最後のコーナーで、なんかな、長い棒があって、うん、その棒をパターンって倒すねんけど、うん その棒の長さを大体目測で測って立ててる状態で、うん、その棒が倒れた時に棒の先っぽがちょうど寝転んでるやつの股間に当たったら股間に置いてるベルがチーンってなるっていうコーナーやって。俺その日な、カルロス・ゴーン、カルロス・ゴーンみたいなボケをずっとしとって、うんうん、カルロス・ゴーンの名前を使ったボケをしとって。うんうん、で、最後のコーナー、これ誰が行くみたいなった時に、うんうん、あのー、 カルロスチーンが行きますって俺が言って。で、そこも受けてないね、もちろん。<laughs> で、カルロスチーンってなって。えってなって。<laughs> まあまあ、ええかって言って、あの、さんが、また女、田淵行こうかみたいな。うん、もうちょい前ちゃうかもうちょい後ろちゃうかあ,あ、その辺ちゃうかって。女、棒倒すぞって。うん、田淵棒倒して、棒がもう股間に当たるっていう前に、名前言えよ、ちゃんと叫べよって言って。うん、わかりましたって言って。で、バターンって。 棒を倒してくれて、鉄道さんが。で、ちょうどやってんやんか。で、ちょうど俺の股間に棒が当たるって時に、俺がカルロスって言ったら、チーンって言って、カルロスチーンになって。完成して。そこで、その日一番ぐらい、ボーーンって、もう全部回収させてもらえてん。あ、あなるほど。鉄道さんのおかげで。えってなって、あんな受けてなかった俺がっていう。もう、鉄道さん、ありがとうございますって終わってから言って。 すごいよなええええ、みたいな。いや、あそこまでな、ずっと田チがな、ばーってボケ、何回もボケってな、振ってたからやな、うん、お前がすごいね。お前のおかげで受けてんねあれってって。かっこいい全然自分のこと言わへん、ね、かっこいいなめちゃくちゃかっこいいで、ね。えー、笑い飯やばいで、ね。すごいなもう西田さんも、哲夫さんも、もうプライベート飲んでる時から、もうめちゃくちゃおもろいから。すごい。本の、もこれ、またここ何年かで凄さ感じてる。やばいわ。 その向井さんのラジオでさ、うん、向井さんやっぱすごいなって思いたいそのラジオのゲストがさ、うん、えと俺とチョコプラの長田さんと今年、うん、あの初であのウエストランドの井口くん、うん、そうですねあ写真なんか見たなそう井口くんも一緒やってんけどさ、うん、もうあの,ー、あのこれだけはゆちゃんと残しとくわ、うん、俺はもうあの芸人人生を終える前に、うん